TK さん、昔担任していた生徒が19歳で亡くなりました。無力感に打ち刺されています。元気になる運動が何かあれば。教え子の死の悲しみから元気になる、リカバーできる運動なんてものはないですけど、悲しみは本当にしっかりと受け止めて、彼とそうした時間とか彼との思い出を強く心の中に置いておくこと、それが多分一番亡くなってしまった人への強いつながりだと思うので、いつまでもそういうのを大切にしていただきたいっていうのと、でもやっぱりいつか人って亡くなるから、早いそういうね、人生の終わりっていうのは非常に悲しいことだけど、それを知って受け止めた人っていうのはやっぱりその早い死による人生をこう失ってしまったことに対するこう思いっていうのがすごく強く豊かに心の中に残ると思うんで、その後の人生をこう大切に生きようって思う気持ちがすごく強まると思うんですよね。俺は本当に兄貴が24で死んで、俺が22の時だったから、まだ人生の目標なんて定まってないし、とにかく今やってるスポーツでいい成績出しゃいいやってぐらいに思って薄く生きてた自分の人生を、この人生の毎日当たり前じゃなくて、こうありがちな言葉だけど、終わっちゃうんだなっていう、死んじゃうってことが目の前に起きた時に、一番身近な兄弟に起きた時に、人生ってすごいそんな当たり前にずっと続くもんじゃないんだと思ったら、じゃあ彼がこの先生きたかった人生っていうのは、もう俺はその生きたかった時間を今生きてんだと思ったら、すごい強い意志が生まれて、毎日適当な時間を過ごす日もすごい素敵な時間なんだなと思うようになったし、頑張る日はもう誰よりも頑張ろうと思うようになったし、そういう強さがすごく俺は人の早い死とかで、身近な人のそういった早い、不幸な人生の終わりとか、まあ不幸とも言い難いからね、そこで全うできた人生みたいなものを感じて、でもその先の、もしその先を生きていたらもっと幸せなことが手に入っただろうと思うことで良くなっていったんで、人生、自分の人生が変わって良くなっていったんで、 TK さんもぜひね、教え子の早すぎる人生の終わりを大きな自分の人生の糧として、全ての作業を頑張ってほしいなと。まあ、元気になれる運動を一番おすすめは俺はダッシュです。はい、自分の 100% を100出せる運動っていうのはやっぱダッシュだと思うんで、はい、頑張ってください。